はい、こんにちは、むいです。今回はね、ちょっと昔の動画をね、ちょっと振り返ってみたいなっていうのをね、だいぶ前からやりたくって、今回天狗神社の動画で画質が悪いね、画質が悪いねあのだいぶあのこの当時使ってたビデオカメラって今使ってるやつと違うのもあって、まあ手ぶれがひどかったりもするんだけど、なんかだいぶ画質が違うな、暗いな。これ撮ったのがね、2018年の8月だったかな。すごい昔だね。あー、懐かしいな、この階段ももうこうやってかっちゃんが階段見てあーってなるのも今は慣れたもんだけど。しょっちゅう来ようかって言うけど、とある事情で行ってないんだよね、これは。あの、まあ、それは動画の後半でわかるんだけど。夏来るとこじゃねえぞって言ってるけど、そうか、8月だから、あ、そうか、夏も夏だったな。天狗神社ね、イルガ池のすぐそばにあって、あの入り口がすっごく分かりにくいっていうところ以外はアクセスしやすいんだよね。あ、懐かしい。そう、階段が山道を入っていくと階段が左の方に出て、で、そこにこういう池とか、なんていうの、あのちっちゃいあれがあったりして。ここはね、確かてっぺんまで登ったんだけど、確かこの時点でまだ本当に半分ぐらいなんだよね。ずーっと階段登り続けて、で、天狗神社の由来じゃねえわ、心霊スポットのその言われとしては、ここにある天狗の像がその来た人が悪いことが起きる前兆として、目が、天狗の像があってその目が光ってるっていう。まあ俺らが行った時は何もなかったけどね。で、ちょくちょくここ、その看板、道中、あるのよ。その、持ち帰ったら、ここにあるものを持ち帰ったら、呪われるとか、そういうなんか、そういうの。正直ね、初見だとマジでわかんないよ。あの、夏場でこういう葉っぱで風景が覆われてるっていうのもあるんだけど、なんか、割と俺気づかないで看板、行ったからね。あ、ここかな？そうそう、この天狗の像が、あれ、目が赤く光るだったかな？すると、なんか、悪いことが起こるみたいなのだけど、赤くなんて光らなかったわ。懐かしいね、なんか、本当に YouTube 始めてだって2018の8月でしょ、半年くらいか。まあ、その YouTube やる前から動画ちょくちょく撮ったりはして遊んでたから、体感あれだけど、体感は1年ぐらいね、あるんだけど、喋らんねえ、動画の中で俺らは。なんていうか、だいぶ、慣れてないというか。っていうか、かっちゃんしか喋ってねえな。もう喋ってねえな。何してんだ？後ろでへばってるだけかな。で、まあ、ここが、
てっぺんだね。夜晩になるともうここまでは来てないんだよね。あのこうやって天狗の像とかがあったりも、天狗だよねっていう、うん、多分天狗だと思うんだけど、とかそういう像とかあったりするんだけど、本当にね、山の上来るとなんかいい場所っていう、なんかそのなんかいいオーラっていうのしかなくって、夜これ心霊スポットになるのかっていうぐらい本当にいい場所だったから、だからあの途中でその写真撮ってって言われたあの池の場所あたりがその夜撮影するポイントかなっていうのが、これの時の下見の時のあれだったね。はい、これが夜版だね。オープニングはまあどうなんだろう車の中でオープニング 初だっけ撮ったのこれ今日はどうしたっけ。まあその天狗神社ので、まあオープニングでも言ってるけど、天狗神社の昼版の動画、今見た動画がその100再生やで、100万とかじゃなくて100再生突破した記念にここに夜版で来たと。すごいねもうなんか初期も初期よ。カメラを1個置いて、ほら置きますか。やっぱり置きますね。あ、懐かしいな。なんか100再生でキャッキャキャッキャしてた頃だよ本当に。なんか誰かには見てもらえてるんだっていう。さて、天狗神社へ向かって行きます、うん、天狗神社行ってきますバイバイ。夜晩の探索だね。そうか、ここからムイがカメラ持ってるのか。昼晩はなんでかっちゃんがカメラ持ってたのかわからんかったけど、いや別にあなた次第、撮れたか次第で帰っていいっていうのはあれだけど、いや撮れんだろうなと思ってるんだけどな。うん、全くもって同意、うん、あの空気で撮れるオーブはないなと思った。やっぱなんか昔となんていうの、編集の質っていうかやり方がだいぶ違うな、自分で見てて思うのは。あーでもね、ここでね、今ふと思い出したのは、この今はさ、いろんな心霊スポット、トンネルでもこういう山の場所でもあちこち行ってたけど、初めてこの夜の山の中を探索したのはここが初めてな気がする。10分くらい歩いたのかな。でこの階段が出てきて、あ、ここか。今着きました。えらい。まあでもあれだね、かっちゃんのリアクションを見る限りそんなヤバめな感じじゃないね、やっぱり。あの本当にヤバかったらもっとかっちゃんはね、え、ここ行くのみたいな感じになるけど、それもないからもうゆっくり休んでるし。あ、でもやっぱりこの辺なんだね、撮影スポットは。あ、そう、この角度で撮ったんだ。なんかでも1枚取れた、わーい、取れた。取れなかった、取れてない。うん、ここの辺りで定点カメラちゃんが3人目欲しいな。こんなとこに1人で、なんだろうこれ、あのダイヤル引けるからだと思う。なんていうか、だいぶやっぱり撮影が気楽っていうか、今もまあ十分気楽にね、なんていうの、どこどこ行ったら撮ってるんだけど、なんか違う感あるな、やっぱり。っていうか、ラップ音やばいね。
こんな聞こえる場所他にあったっけって思うぐらい聞こえとるんだけど、あるのか。最近俺が聞かなくなってるだけか。かっちゃんは結構なんていうの、今ラップ音だったみたいなことをね言うけど、俺は大半気づいてないからね、ここ最近マジで。まあ多分これ撮ってる時もそんななんていうの、俺は多分聞こえてないけど、動画で改めて、ああなるほどね、これがラップ音かっていうのが。だってこれ撮ったのが多分夜イルカ池行った後だと思うんだよな、多分。だから9時10時ぐらいだと思うんだけど、だからさ、周りにさ人がいるわけないじゃん。だからこのパキパキ音は動物か幽霊かを二択だからね。ここでかっちゃんがその要はなんか光じゃねえなっていうやべえって言ってるのは9割9分ぐらい無意が原因なのよね。あのこうやってカメラ、ビデオカメラ無意が撮りつつ、かっちゃんにデジカメ渡して無意が一眼レフ持って写真撮ってるけど、あのオーブがマジで撮れないで撮れないって言ってて、だからかっちゃんがちょっと霊感上げてつついたのよね、いわゆる。それが原因で後々えらいことになってるから、撮れんなぁ。看板がオーブに結構濃いめの、もうオーブ取れること自体はなんか慣れちゃってるからな、なんていうか、そう、こうやって1枚も取れてないとか言ってるから。さっき虫も取ったけど、虫取ると全然違うの。違うでしょ、うん、あ、なるほど、虫こう打つ。あかんな、自分が見入ってるな、これ。ああ、でも本当にね、この虫との、あの、オーブの写真撮って、どこの場所でもそうなんだけど、ホコリじゃないのとか、虫じゃないのみたいなコメントがちょくちょく来るんだけど、うん。違うよ、やっぱり。夜実際撮ったらわかる。あの虫とかでも一回撮ってみたら、その俺らの撮ってるオーブの写真と違うっていうのは結局、うん、同じもん撮れるって感じだから。この間昼行った時、上だいぶなんかいい感じの空気だったじゃないですか。あれが邪悪に変わってることあります？今もうあれ、動画の方はいいからあれだね、写真のなんとか欲しいなって思って無意が必死こいてる時だね。気になるものあったらフレーム単位で見るんだから俺。あの1秒に30枚のコマが続く、その30枚ずつ俺見てんだから。心電動画それが嫌いなんだよ。ちょくちょくこういう謎な効果音が入るのは、やっぱりもうか、あの、無意が取れないって言って、かっちゃんが霊感上げて、幽霊つついて、なんか幽霊がざわざわしてる証拠よ。どうなんだろうね。かっちゃんがこの難しいって言ってる場所で、俺が取れることはそうそうやっぱりないのかね。そういう霊感取りづらい人が、じゃあ霊感ある人が取りづらかったら。
自分で今聞いて思ったけど、このもう帰りますっていうの急だね。さて、ではここから後半の、天狗神社はお昼探索、夜前半後半に分かれているので、その夜後半の動画をね続けて見ていきます。なんで前半後半に分けたんだっけ、尺が長いからか。なんていうかね、俺らの心霊スポットは大概こういうなんか、まあその撮ってる時も撮れるんだけど、帰ってる時がやっぱ一番なんか危険度が高いんだよね。やっぱその幽霊がついてきてるっていうことなのかね。通りやしない。まあ俺らの場合は単純にその霊感あるかっちゃんがつついたから幽霊が警戒してるっていうことなのかもしれないけど。ああ、そうだな、今動画でも言ったけど、あのこの当時確かね、一番再生数が伸びてたのがね、天狗神社だったんだよ。不思議でしょうがなかった。なんで？みたいな。あの、あれ？朝鮮トンネル行ったことあるぞことになってるな。あ、そっか。でも半年だからそこそこ行ってるか、他の心霊スポットも。でもそう、朝鮮トンネルの動画よりも確かこっちの方が再生数早かったんじゃなかったかな。上、あの、伸びるのが。で、なんでや？みたいなことは思ってた。朝鮮トンネルの方がよっぽど怖いのに。あそこはもうトンネルの入り口見たらもうなんか、おうってなるから。こっから先撮れたかあると思わないですけど、カメラが回しときますか、まだ。やっぱね、この、あ、ここあたりからだね。なんていうか、あれだね。かっちゃん、今も昔も変わらんね、本当に。なんていうか、幽霊がどうなってる、こうなってるとかさ、この、ボス的なやつに見られてるんだよな、とか、そういう言い回しも。4年ぐらい前だよ、これ。4年、3年。言い回しも何も変わらんね。変わってるの無理だけだわ。ああ、今チラリと映った。これ無意の意義じゃないからね。完全に俺がフリーズするっていう。そう、かっちゃんが急に立ち止まるのよ、かっちゃんって。この、だからその、困るのよね。うん？どうした？みたいな、その、心霊スポットじゃなくてもさ、急にその、一緒に歩いてる人が立ち止まったらさ、ん？ってなるじゃん。相変わらず効果音のなんていうの、あの 音量がずれてらっしゃる。でもね、あ、もうダメだね、かっちゃんはもうなんかやばいみたいな気持ちになってるね。まだだいぶ入り口ですけど、ここ。ああ、そうか。でもこういうなんかやばいのってこっちが先だっけ。いやー、手ぶれがひどい、手ぶれがひどい。そう、こうやってね、あの、ほら、おいっつっていきなり走り出すじゃない。この俺がカメラを反対側、カメラってかライトかを反対側に向けて、かっちゃんの方を見てないのにいきなりおいって言われるんだよ。まあライト向けてたらね、あの邪魔だっていうのはね、もう長くやってて今はもう分かってるけど。でもあれだね、かっちゃんが思わずなんていうの、こんなんつつくぐらいには本当に何も取れなかったんだよ、ここ、最初。どうなんだろうね、多分その、ここでもしこれ取れてなかったら、
ちまちましたオーブと、あ、でもラップをメインの動画になるのかな。絶対見間違いじゃないって。もうなんかあの、そう、この囲まれてるっていうのもびっくりだった。なんていうか、いろんな本名言いよったなそう、いろんな心霊スポット行ったって言っても、まああの朝鮮トンネルと入ヶ池ぐらいか、初期だもんな。行ってて、まあ囲まれてるって言われたのはここが初車の音がうるせえでも本当にだから入り口、あの車が走る車道がすぐそばだったんだよな。見間違いであってほしいなっていうこのセリフがね。でもね、多分ね俺の見間違いでやってほしいんだわ。いや俺にも今さ、あもうここはやっぱりだいぶかっちゃんテンパってるよね。このなんていうの、そのいろんな心霊スポット行っててさ、かっちゃんムイもかっちゃんもその心霊スポット行くってこの YouTube 始めてからなのよ。まあかっちゃんは何とか言ってるようだけど、ムイはマジで初だからさ、このなんていうの、そのなんていうの、霊感ある人と一緒に心霊スポット行くなんていうレアケースはムイも初めてだったし、かっちゃんもそのみんなで心霊スポット行って、かっちゃんはもうやばいやつがいたら見えるわけじゃない。家の入り口で何かやばいものがいたら、もうなんか、あ、ここより先は行っちゃダメだなみたいなの。でもその友達はその気にせず行くみたいな、そういう、そういうのだから、そういう、あのそういうのと違って今回はそのかっちゃんの霊感で無意を守りつつなわけじゃない。やっぱだいぶテンパるよね、そのかっちゃんとしても、そのなんていうか余裕、心の余裕的なものはやっぱりなんていうの、最近の方が経験値積んでるからか余裕あるよね。心霊スポット行った後は車の後ろを撮る、これもね毎回毎回あの全部の動画あのいろいろ言ってるけどのたんびにこうやって後ろ映してるんだけど、このねこうやって後ろの車の後ろとかその荷物とか全部さらす、なんていうの、さらけ出すことになるじゃんか。だからねあんまりねその隠すのにちょっと抵抗が、あ、出すのに抵抗があるのよね。今すぐ離れるときの展開？いや、見てってみ。そっから順番にゆっくり見てて。さっきのオーブが、いや、俺がおかしい、おかしい、ずっと持っとったん、左側が。え、あなたがやばい、俺がやばかった。相変わらずムイはなんていうの、緊張感がないね、この当時からあれおかしいな、なんていうかこの動画を見始めてこのなんていうのネタを撮ろうって思ったのは、あの昔の頃ならムイもだいぶなんていうの、その怖が心霊っていうコンテンツを怖がってるだろうって思って、そのね撮り始めたんだけど、おかしいな、天狗神社に撮りに行った頃にはもう慣れてるっていうか、この態度か。なんだこれ。そうで、ここでそのね、それがこちらの一枚ですよいやこれはさやばいっしょ、あの
オーブみたいなさ、白い丸が映っててさ、ほーんぐらいだったらさ、わかるけどさ、あの、かっちゃんがさ、やべえ、やべえって言ってて、霊感ある人が。で、こんなもの取れたわけじゃん。やばってなるよね。いや、100歩譲って息だとしても、この向こう側にあるオレンジが何ってなるんですよ。葉っぱとかのオレンジとか、顔も映ってるんですよ。もうなんか相当ヤバい系、ヤバい系、危ない系、うん、かっちゃんがだいぶ言ってるもんな、そのヤバさそう、これこういうなんかいやらせじゃないよっていうのを分からせるためにデジカメをそのビデオカメラで撮ってるんだけど、こっちを入れるけど、いや正直ね、あのちょくちょくやらせじゃないのみたいなあの思う人いるかもしれないけど、やらせでこれって作れるんですかあの言っとくけど、無意にこれを作るようななんていうの、そのいい編集ソフトはないよ。あなたのリアクションがかなり相当やばいっていうね、なんかひしひしと伝わって、で、うーん、ワンちゃんこれ俺を間違って、見間違いっていうのどれだけ、かっちゃんはさ、このなんていうの、これ絶対に間違い、もう見間違えであってほしい、でもやっぱり見間違いじゃないみたいなさ、テンパってるじゃない。でもね、あのこの画像を撮った時に、ああなるほどな、その心霊スポット行く人って、まあ単純にその度胸試しもあるんだろうけど、あの心霊写真を撮りたい人ってこういうのを撮りたいんだなっていう、その目標は分かった。あの理想はあの貞子みたいなね、ああいう人がまるっと映ってるようなやつなんだろうけど、あれはかっちゃん曰くカメラを何台もその同じ場所にセットして、霊感ある人が今だっていうタイミングでものすごい連写を全部のカメラでやって、もう本当に1000枚近く撮って1枚撮れるかどうかっていうから、それは無理だよ、それは無理だよ。あの本当にガチの貞子撮りたいんだったら、写真、あの、カメラも人ももっといる。だから、あの、かっちゃんがここまでやってる、あの、もやを撮り取るのも、よう、一人で撮れるなっていうのは、今も本当に思う。ね、この通話のやつで、煙映ってるって言われて、これいや息だと思うよね、だって初見の人は幽霊だよって言われてもえってしかならないじゃん、こんななんか一瞬のその息みたいなやつでね。これね、すごいのがね、ムイとカッちゃんの間をちょうど通り抜けてるんだよね。もう二人の間を通ってがっつりなんていうのも木が聞こえる気満々じゃんみたいな。でかっちゃんはそのなんていうの、そういう心霊でね、霊感あるからっていう理由でいろんな霊感ある人とか、かっちゃんの師匠とかにも確認取ったら、日本でこんなんよく取れたねっていう、海外だったらまあ取れなくないかもしれんけど、日本だとこんななんていうの、幽霊を撮ったぞみたいなのはめったにないって。とまあこんな感じかな。うん、天狗神社懐かしいね。そうで、あのなん、あの朝鮮トンネルだったり入賀池だったり、その他の場所でもそうだけど、何回かその俺らはなんていうの、週が足がよくね通ってるんだけど、ここの動画はこれっきりなわけですよ。なんでかっていうと、今撮ったあのモヤにできんくなってる状態なのよ。あの、顔覚えたからなみたいな、そういう状態で、次来たら危害加えるぞみたいな感じで。だから、当分、行かないでおこっか、みたいな、感じで、これ以降の天狗神社の動画がない。まあ、しょうがないよね。うん。その、まあ、あの、リスク
どこ行ってもリスクっちゃリスクなんだけどさ、それでもわざわざこのつついてやべえの出してそいつに覚えられて、でもう一回行っていいことないっていうのはね、他の動画でも割と検証済みだし、あの無意に関しては割とマジでね、あの見向きもされてない感じなんだけど、かっちゃんが割と幽霊側からちょっかいかけられてるっていうのがね、申し訳ないからさあの帰りに肩が重いとかそういうのもそうだしね、タラオ処刑場の時もひどかったしと、まあこんな感じでね、ちょっと昔を振り返ってみる動画でした。他の動画もやってみたいな、朝鮮トンネルだったり、もっとね、朝鮮トンネルいっぱいやりすぎてどれやろうってなるけどというわけでご視聴ありがとうございました。それでは。